こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。今回はレストモッドのマシンたちを紹介します。そもそもレストモッドとは、レストアとモディファイを合わせた造語。老朽化などの理由で劣化または故障した旧車などの自動車を修復させ、一部をカスタマイズすることを指します。つまり単なるレストアだけにとどまらず、現代の技術とセンスでモディファイも施された車ってことです。ですので見た目はまんまオリジナルなのに中身が全然違うなんてことはざら。またキャブなのにフルコン制御などという仕様も普通にあります。レストアしつつの魔改造、ノスタルジーとテクノロジーの融合、レストモッドの世界をお楽しみください。それではスタート。これは何ですか？なんでスロットルが室内に入ってるんですか？デンスローつけました。デンスロー？デンスローなんですよ。なぜこんなことになってるかいうと、 TS サニーのエンジンでアイドリングがしなくなっちゃって、そこに超軽量フライホイールをつけたら、はい、余計にシンクなって、まあ、見ても今度エアコンつけたらさらにシンクなって、はい、これはまずいってなって、はい、だもう電子制御にしてしまおう。電子制御ってキャブだからこれ。でもキャブはキャブでなんか欲しいですやん。吸気音もいいし見た目もいいし。そう、キャブであえて電スローで回転数だけちょっと監視しようかなっていう。監視しようかな。基板を買ってきて、うん、自分で作ったんですか？そうです。ここにデータを入れると、うん、データというかプログラム書くと、うん、そういう制御をしてまいよ。例えば今だったらリンクとかモーテックとか言いたいところですけど、そういうんじゃない。そこまでいらないですよこれ。あとこれでエアサスついてます。これ前しかついてないですけど、すごいな。V オプトスピード、派手な車ということで来てもらいました。捕まえました。どうも。だいぶ若く見えるんだけど。いくつ？今16です。出ました。16歳。今年高2です。名前は？加納です。加納吉正くん。走りもですね、実に若々しい。何年やってます？86歴で言うと去年からなんで。ちょっと待って、86歴86歴ってことはその前もある。86歴が何年？2年目突入。2年。じゃあ高校入って高1高2が。そうですね、86で。ってことは中学生の時に出た中学生の時に180でドリフトデビュー。僕はその走りで見てます。までの180でそこそこ元気よくて上手くて、はいはい、そしたら中学生だって聞いて、はい、中学生と言ってたのは君。はい、僕です。もうドリフト歴4年。そうですね、16歳にしてドリフト歴4年。レースもせずカートとかもやんないで。いや一応僕カートを今やってて、グリップを速くするためにって言って、ドリフトをやってみたらみたいな。カートとフォーミュラー含めたレースの方が行きたい方向で、そのための修行というか練習も含めてドリフトもできたらいいなということで、片手間のドリフトです。片手間ってことは家だ、お父さんが。そうですね、お父さんが一応昔やっててドリフトしてて、よかったらお前も乗りなよみたいな。いや、なるほど。でもどう、ドリフトは？めちゃめちゃ楽しいですね。グリップってそう、どちらかというと後ろを流しちゃうとやっぱギャーギャー言われちゃうんで、心気なく後ろ流せるのは思いっきりストレス解散。前は180で今86だけど、ね、はい、86はどう、はい、86は好きなの？はい、僕は86好きですね。86好き、はい、でも世代で言うとイニシャル D とかの世代でもないし。でもないですね。何の世代でもないけど86ってどういうイメージなの？お父さんが昔乗ってて。乗ってたっていうだけ、はい、それだけですね。でもお父さんがやってる頃って見てたのって小学生とか？いや、もっと前。多分お父さんがやってたのが20年ぐらい前。生まれてないですね。それじゃ。でも86がいいしかっこいいと思う。そうですね、かっこいいですね。車いじんのは自分ではやるの？やれることはやれること。走りの上においてのセッティングも自分でやるの？はい。じゃあそれもいろいろ勉強なんだ。そうですね、めちゃめちゃいい勉強になりますね。じゃあこの86は何か特徴あるところはあるの？もともとこの箱が N1 レースっていう箱上がりなんです、ね、レースで使ってた。そうですね、 N1 仕様の、はい、それをサビサビの直してのを綺麗に作り直して。そうですね、エンジンが一応 FCR キャブのリンク制御。ちょっと待ってFCR キャブです。またもう高校生、もう高校生全く分かってないんですよ。
キャブでリンクとかわけわかんないこと言う何言ってんの FCR キャブでのリンク、はいはい、確かに噂では聞いたことあるしそういう人いるっていうのは聞いてるけど、はい、そうなんだこれそう、はい、セッティングっていうか、はい自分でできんのセッティングはまだできないですねセッティングの 4AG で何馬力ぐらいちゃんと測ったことないんですけど多分200馬力出てるんじゃないかなよいしょおかなり綺麗に、はい、へえやっぱりかなり綺麗な状態で作り込んでるし、はい、ああかなりいい綺麗な中身はノーマルなの 5AG とかにはなってないんですけど82パイに H 断面のコンロットその辺はなるほどなるほどそうすれば確かに200馬力ぐらいは、はい、めちゃめちゃ速いですねすいません、はい、逆に高校生に聞かなきゃ僕はよくわかんないんですけど、はい、リンクでの制御っていうのはどうやって、はい、僕もあまり詳しいこと知らないんですけどもともとディスビじゃないですか、はい、ディスビやとディスビがないんですよねダイレクトイグニッションにしてこれを電気でコントロールしてるディスビレスなんですね、はいはいなるほどなるほど燃料のあれはだけはキャブでそうそうですね足はこれビルシュタインの後ろが小泉商会のオリジナルこれナックルとかはゼグラスのタイプ5サイドは油圧サイドミッションはアデリアの 3.5 が入ってますおおじさんの知らない言葉がいっぱい出てくる何なんだこの高校生は本当におおいい距離で出てきたあんねスピード。本当僕の親父が乗ってた。それをね、うん、ベースにちょっとぜひ知りたい。マニはあのうちで作りまして、ね、駅マニも作りまして、うん、28ベースの 3.2 リッタークランクシャフトは86ミリの OS の94で使ってるクランクと一緒ですコンロットも OS 製、ピストンはね OS の社長にちょっとお願いしてワンオフでね作ってもらってそれで今380ぐらいの人は分かんないよもう君たちにはどうしたら分かんないもうこれ俺ぐらいの ね, これねもう目の超えた、ね、ジジイにしか分かんないこの良さはユニークさが一番フォースを置いててもそうやって何だろうぐらいしか分かんないこの分かんないところからいいね足回りはそうでもないのにボディがしっかりしてるからねここまで作るにはね大変なの